30年ぶりだ戦国。白ひげ、俺の愛する息子は無事なんだろうな。こうも接近されるとは。グラララララ、ちょっと待ってな、エース。今の揺れは。親父、みんな、俺は忠告を無視して飛び出したのに、なんで見捨ててくれなかったんだよ。俺の身勝手でこうなっちまったのに。いや、俺は行けと言ったはずだぜ、息子よ。マルコ。ああ、俺も聞いてたよ。いとんだ苦労かけちまったな、エース。この海じゃ誰もが知ってるはずだ。俺たちの仲間に手を出せば一体どうなるかってことくらいな。おめえを傷つけちゃうよ。さ、誰一人生かしちゃおかねえぞ、エース。待ってろ、今助けるぞ。覚悟しろ、海軍本部。とんでもねえもん呼び寄せたな。何を今さら言うちょるんじゃ。君が悪いね。ひーし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 ー、こっちは俺たち七武海と海軍本部の最高戦力、三人の海軍大将と10万の精鋭。向こうは白ひげ海賊団と傘下の海賊船が40隻余り。さあどう来る白ひげ。ゾクゾクするぜ。お前はまた傍観者希望か。どうせ暇つぶしに来たんだろう。好きにしな。どこもかしこもむさ苦しい男どもばかりでかなわぬ。ただし
同じ男でもあの方だけは別じゃ。無事でいてくれればよいが、ルフィ。あいつら急に静かに。白ひげの号令を待ってるのか。息が詰まりそうだ。さっきより水位がどんどん上がっている。なんだ。あいつが仕掛けた怪心が津波に変わってやってくる。グラグラの実の地震人間、白ひげエドワード・ニューゲート。なんだあれ。津波だ。でかい。兵力で上回ろうが勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。始まるぞ戦争が。セメイルは白ひげ率いる新世界47隻の海賊艦隊、迎え撃つは政府の二大勢力海軍本部桜花七部会。誰が勝ち誰が負けても時代が変わる。伝説の怪物。止まった。助かった。クザ大将が。カルチゾン。あらら。船の動きを封じられた。俺たちには海軍本部最高戦力の大将がついてんだ。そうだ。
白ひげ海賊団恐るるに足らず。うわー、砲撃モビーリック号破壊しろ。さあ行くぞ。いい足場ができた。俺たちの力を見せてやれ。隊長たちも出てきたぞ。攻撃を止めるぞ。迎え撃つぞ。白ひげ海賊団5番隊隊長、火剣のピスタ。油断するな、タジム。こいつは隊長クラスじゃなくたって、どいつもこいつも一騎当選の強者だってことを忘れんな。はい、スモーカーさん。凍りつけの水は気が消えたら。気持ちが燃えたぎって熱苦しかったトークで、あいつら叩き潰して湾内に乗り込むぞ。そう簡単にはいかねえか。海軍本部の中将たちも出てきたぜ。